どうもこんにちは。今回はですね、こちらヨラでしょうね。これね、びっくりすることにね、価格がね1890円1890円っていうね、もうほんとよくわからない価格なんですけども、すごいですよね、1890円って。まあ、こういった感じでケースがついてます。まあ、簡易的なんですけども、まあ、これだけあれば十分という感じなんですかね。じゃあまあね、早速中身を見ていきましょう。まずは、これが五徳の部分かな、まあ、五徳の部分でしょう。そして、これが本体か。これが本体で、まあ、これが横の部分かな、きっと。が入ってまして、一応ね、保証書もついてて、使用上の注意もね、一応書いてあります。まあ、安いんで、あんまり期待してなかったんですが、包装もこれちゃんとしてますね。で、これが底かな、底の部分。当然ね、購入したばっかりなのでピカピカです。じゃあね、こちらをね早速組み立てていきましょうか。ここのね横の穴の部分にこれをね引っ掛けるんですけども、見てわかる通りね、2段階の調節が可能になってます。まずこちらですね。こちらが低いバージョン。低いバージョンで、こちらが高いバージョン。まあこれが受け皿でしょうね。受け皿があって、こうでいいのかな。これだけのものなんですけども、これが1890円って結構やばいですよね。まあこれね、見てわかる通り、この底の部分。底の部分は、灰受けになってますので、灰が落ちたりする心配もないということと、あとね、ここですよね。ここに十分なスペースがあるので、そうですね、多分ですけど、このテーブルの上、このテーブルって木製なんですけども、この上でやっても多分大丈夫じゃないかな。これだけ高さがありますからね。握り拳1個分よりも高さがあります。で、ここのね、五徳を外した場合ね、これ焚き火台としてももちろん使えるんですけども、これのね、ここが面白いなと思ったとこなんですけども、ここのね、穴ありますよね。五徳用の穴。五徳用の穴に、このね、100均の串、バーベキュー用の串ですよね。この串がですね、スポッと入っちゃうわけですね。置いた時にね、回らないんですよ。この回らないっていうのもね、結構いいなと思って、それもね、これを購入するまあ決め手じゃないですけど、ポイントの一つになったかなと思います。これ以上いかないんでですね、これはね、串焼きをする時にもね、結構いいんじゃないかなと思ったりしてます。まあそれこそね、大きい肉をここにぶっ刺して、この2枚でこうひっくり返したりとかっていうことも多分できるようになると思うので、これいいところだなと思ったりしてます。まあ改めて言いますけどね、これで2000円以下はねやばい。中国製品なんで、まあ好き嫌いというかね、中国製は使いたくないという方もいるかもしれないんですが、まあね、まだ新品の状態なんでこういうこと言うのもなんですけど、これで十分な気がします。で、あとはね、この上にどれぐらいの大きさのものが乗るか、まあ手のひらぐっと広げた大きさぐらいですかね。ちょっとね、メスティン持ってないんであれなんですけども、例えばこのスケータースキレットであればですね、まあちょうど真ん中に乗って左右がちょっと余るぐらいかな。こんな感じで、先日購入しましたホットサンドメーカーだと、これもちょっと余りますね、端っこが。まだちょっと余裕があるかなという感じで、次にね、ニトリのダッチオーブン。ちょっと何インチか忘れたのでテロップで出します。これがね、ちょうどいい大きさぐらいかな。ぴったりサイズぐらいと思ってもいいんじゃないでしょうか。前の板を外せば多分ね、炭の出しでも結構簡単になってくると思うので、ダッチオーブンを使う時にも結構ねいいんじゃないでしょうか。で今回ですね、こういったものを選んだ理由としてはですね、キャプテンスタックの焚き火台、わりかし大きいやつですね、ヘキサグリルってやつだったと思うんですけど、それをね持ってはいるんですけど、先日ですね炭料理をしてて思ったんですが、やっぱりね1人だとでかいので、まあ1人用で調理ができるもの、わりかしね小さいものっていうのを探してまして、まあこれぐらいサイズがあればですね結構使いやすいんじゃないかなと思いまして、今回はねこれを選んでみました。ダッチオーブンもしっかり乗ります。まあちょいちょい使ってるこれですね、このなんだっけな、ちょい鍋、お一人鍋みたいなやつ、それもですねもちろんぴったりと乗ります。それでですね位置を低くしまして、この状態で炭、まあ薪もこれぐらいかなっていうのももちろんありだと思いますし、これを外してしまってですね高くして、ちょっとねせこいこと言うようでなんなんですが、まだ開けてないのでこのまま失礼します。あとはね固形燃料を置いて使うっていうこともできます。固形燃料を置いてですね、まあ当たらないにしてもですね弱火ぐらいにはなるんじゃないでしょうか。もうちょっと強いかもしれないですね。あとはまたちょっと下げます。下げてシングルバーナーっていう使い方も当然できるんじゃないかなと思います。シングルバーナープラス5徳と、こういうね使い方も面白いなと思います。でまあこういう使い方をすればですね、まあわりかしちょっと風防としては弱いかな、横にね結構穴が開いてるんで風防としては弱いんですが、まあないよりかはマシかなという感じで使えるのと、あとこういった五徳ですよね、おっきめの五徳を使いたい場合なんかにこれは役立ちそうな気がします。でですねこういった使い方をなぜしたいかと言いますとですね、セラカップをねここね乗せようとしてもね結構ね絶妙なバランスじゃないと乗らないんですよ。乗った。あーでもちょっと動かしたらもうダメなんですよね。ちょっと触ったらもうダメですっていう難点がですねこのシングルバーナーにはあるんですけども、まあ、こういう感じでね、シングルバーナーをここにセットしてごとこを乗せてしまえば、何の問題もなく乗せることができると。まあ、大体ですねこういったごとく横がこう足になってるごとくとかありますけども、そういったものを買うとですね大体まあ2000円以上はすると思います。2000円以上しちゃうんですけども、まあ、こちらであればですね1890円で、なおかつプライム会員であれば送料無料という感じなので、これはですねこういった使い方をする場合でもかなりお買い得なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでですねキッチンっぽくしてみましたけどどうでしょうか。一番右側のものはですね今回1890円で購入したミニ焚き火台です。まあ、こうしてみるとですね明らかにテーブルがちっちゃい、まあ、この焚き火台もですね、大きさとしては小さいんですけども、ソロキャンプに行く分にはですねこれぐらいの大きさあったらいいのかなと思ったりもしてます。さあそれではですねこちらを収納していきましょう。これもね収納も多分難しいことは全然ないと思うんですよね。さあこちらが収納できたので、ちょっと入りづらい。あ、そんなことないか。もうちょっとねこのバッグが大きい方がいいかもしれないですね。まあ、これぐらいの大きさであればですねおそらく100均とかで売ってると思いますんで、もう100均とかで買い替えるっていうのもありかなと思います。そういうことでこれだけねコンパクトに収まりました。まずはですね炭を使った料理ということで、みんな大好きな焼き鳥、こちらをですね初めての料理に選んでみました。やっぱりね炭といえば焼き鳥というような気がします。五徳を乗せるくぼみなんですけども、100均の串をはめるとちょうどストッパーになってくれて、裏返す時もすごく焼きやすかったです。バーベキュー用の串が2本とステンレスの串が3本、合計で5本のステンレス串を乗せて焼くことができました。やっぱりですね全面のステンレスの板、こちらはない方が作業がしやすいんじゃないかなと思います。でこちらの製品なんですが、五徳はついてるんですが網は付属していません。これに関してはですね、100均で小さな網ってのも売ってますので、そういったものを使うのがいいんじゃないでしょうか。こうやってですね、少しずつ焼きながら飲んでいくと、そういったことができるのもこの小さな焚き火台の楽しみ方じゃないかなと思います。こう串に刺した鮎とかをですね、こうやってですねバーベキューをしながら焼いていったりとか、今後の楽しみにしたいなというところです。ということで今回は1890円で買えるミニ焚き火台、こちらをご紹介してみました。気になった方はですね、概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは。